三沢光晴、虎の仮面を脱いだわけ。週刊プロレス260号に掲載のインタビューでは次のように語っています。タイガーマスクになるという話はいつどこで聞かされたのですか？メキシコにいた時電話があったんですよ、馬場さんから。とにかく帰ってこいって。馬場さんからの電話では具体的な話はなかったのですか？一つだけね、聞かれました。お前コーナーマットに立てるかって。ええ大丈夫ですと答えたら、よし、わかったって。それから帰国して、確か帰国した日だったと思うけど、ホテルで馬場さんと会って、その時虎のマスクを手渡されたんです。へえ、しっかり用意してあったんですね。それを洗面所で被りましたよ。人知れず。抵抗はなかった？僕の場合はなかったですね。漫画好きでしたから。子供心にあんな風になりたいとか、やっぱりあるじゃないですか。明日のジョーを見ていたら矢吹ジョーになりたいっていうのが。マスクをかぶっていることで得したことは？ありますよ。プライベートは楽ですから。だって誰も僕をタイガーマスクどころかプロレスラーとも思わない。ですから近づいてこないしね。そういう面では気が楽というか自由に動けますよね。でも中には気づく人もいるのでは？素顔でいる時にね、サインを求めてくる人はいましたよ。そんな時はさすがにムッとしちゃってサインをしなかったけど。それから巡業先のホテルではやっぱり気を使いましたね。プロレスファンが集まっていると中に正体を知っている子がいるでしょ。一人知っていればあれタイガーマスクだぜとなりますからね。だから食事に行くのに裏口から出たり面倒でしたね。リング上では？今はマスクが良くなったからそんなに苦じゃないです。マスクをしているとね、相手しか見えないっていうか集中できるという点ではいいですね。逆に言えば表情が相手にも観客にもわからないから辛いとも言えるけど。週刊プロレス385号、時の人三沢光晴にホットインタビューでは次のように語っています。今シリーズから素顔に戻ったわけですが、最終戦の結果はともかくとして戸惑いはなかったですか？最初はちょっぴり照れくさかったけど、違和感みたいなものは別になかったよ。自分がストレートに出せるからね。かぶってた時は思わなかったけど、今にして思えばやっぱり鬱陶しいものをつけてたのかなって感じだね。以前うちのインタビューにも答えていただいたんですが、マスクマンになること自体には抵抗はなかったんですよね。そうだね。できれば2代目というのじゃなくてタイガーマスク以外のキャラクターでやりたかったけど、タイガーマスクという覆面をかぶることによって三沢光晴という一つの物体は隠されてしまいますよね。自分を隠すというか自分を抑えるという感じだよね。どっちかというと。試合が始まっちゃえば関係ないけど、やっぱり窮屈だったかな。例えば同じ技をやるにしても三沢光晴がやっていればすげえってなってたのが、タイガーならうまくやって当たり前だからね。できるのが当たり前じゃねえって叫びたい時もあったよ。表情が出ないという部分はどうなんでしょう。例えば見ている側になかなか必死さが伝わらないと思うんです。なるほどね。必死に頑張ってても平然とやっているように見られたりね。ここに一つのタイガーマスクの問題点があったと思うんです。イメージが膨らんでいかないというか、やってる相手には苦しい顔を見せたくないしね。難しい問題だよ。自分の持っているものをみんなに伝えられたらこんなに素晴らしいことはないよね。タイガーマスクとしての高度な技の開発にある部分で行き詰まりを感じていたということはありませんか？それはあるよね。でもそれにこだわりすぎちゃうとかえって壁にぶち当たっちゃうと思うんだよね。そういうスタイルとか技は試合の中から見つけ出さないとダメだよ。考えたくない時は考えずに、ある意味で開き直ってさ、あれこれ考えるんだったらとにかく何かやることだよ。東京体育館でマスクを脱いだのもそういう意識が働いた末のことだったんでしょうね。うん、そうかな。自分の中では脱ごうか脱ぐまいか
1年間ぐらい考えてたけど、もう決断するしかなかったよね。ただ子供たちには申し訳ないなと思ってるよ。事情だってわからないだろうし、彼らにしてみれば、ある日突然タイガーマスクがいなくなっちゃったわけだから。覆面をかぶることで三沢光晴がタイガーマスクになってしまった。このあたりにジレンマはありませんでしたか？それはなかったですよ。最初はタイガーの寿命も 2,3 年だなと思ってたし、本当持つのかなって思ったですよ。絶対2代目は貧縮だなって自分でも思うしね。週刊プロレス456号 X テレビが全日本特集では次のように語っています。この時ね、マスクを持って振り回す攻撃が多かったんですよ。1年ぐらいいつ取ろうか考えてたのが頭にありましたので、まあ脱ぎ時かみたいな。ナンバー300号三沢光晴等身大のチャンピオンでは次のように語っています。マスクをかぶってる限り必然的に限界があるわけでしょ。それ以上上に行きたくても行けないというか、やれるプロレスが決められているというか、鶴田さん天竜さんたちの流れとは別の流れにいたわけですから。こうして2度目の大きな転機が訪れた平成2年5月14日マスクを脱ぎ捨て観客席に放り投げたのだ。目の前が急に明るくなったような気がしましたよ。モヤモヤがパーッと取れたような気分というか、試合が終わってもうマスクをかぶらなくてもいいんだと思うと嬉しかった。申し訳ないけど、その時はファンがどう受け止めるかなんて考えませんでしたね。タイガーマスク時代はとりあえず試合をやっているという感じがあったんですけど、マスクを脱いでからは一試合一試合を大切にするようになりましたね。2000年発売三沢光晴自伝船出では次のように語っています。マスクを脱いだのはプロレスラーとしても人間としても自分に対する責任感という部分が大きい。結局タイガーマスクが試合に負けても技を失敗しても素顔の三沢光晴でいればあまり関係ないわけでね。それが素顔で試合をするとなれば、その辺を歩いていても風当たりが違うわけじゃないですか。そういうね、非難や批判も含めて評価は自分自身で受けなきゃいかんだろうと、そんな気持ちでしたね。